ご視聴いただきありがとうございます。八野でございます。この動画では YouTube のコメント欄や私の LINE アットにいただいた質問やコメントに回答していきます。本日のコメント回答動画、こちらのメニューになります。まずですね、コインティプリーが今朝からつながらなくてね、フォーセットできないということで、はい、こちらの情報を共有していきます。2つ目、サイプとドアつながらないということで、YouTube の動画にコメントいただきました。まあ、つながらないわけではなかったので、まあ、その辺のね、状況を解説します。3つ目、アイスネットワーク、KYC 顔認証、うざいですよね。はい。で、これに関して、ちょっとね、Twitter の方で情報が上がりましたので、共有します。あと、キディアナですね、おとといの動画で、ね、もう飛んじゃったと、なくなっちゃったということで動画撮ったんですけれども、昨日からまたちょっとね、ウェブサイト状況が変わってきたので、まあその辺お伝えします。はい。で、5つ目はですね、ファイナルオートクレームで、ちょっとね、大当たり出ましたということで、こちらは本当にね、まあ参考程度に、はい、共有したいと思います。で、最後、いつものようにね、オーバープロトコルのクイズの回答を共有したいと思います。入って、まずコインティプリなんですけれども、今朝ですね、私4時、5時、6時くらいに、はい、接続したんですけども、こんな感じで、バッドゲートウェイということで、接続がね、できません、つながりませんと。で、アプリもありまして、アプリの方でもね、つなげてみたところ、こんな感じでね、エラーログイン、プリーズトライアゲンと、ね、いうことで、全然つながらない状況ですと。で、まあ、たまたまっていうか、ね、ツイッターの方を見たら、ちょうどですね、アップされたばかりですね、5時15分にアップされたばかりなんですけれども、現在、接続の問題が発生しており、問題の特定と解決に向けて積極的に取り組んでいます。しばらくお待ちいただきますようお願いいたしますということで、まあね、運営の方もちゃんとね、把握した上での、まあ、接続問題ということなので、ね、まあ安心して、まあちょっとね、しばらく待つしかないとは思うんですけれども、はい、様子を見ましょうと。で、コインティプリなんですけれども、まあ、フォーセットとしてはかなりね、老舗のサイト、大手のサイトになるので、まあ、突然消えてなくなるっていうことはね、ないと思って、私もあれと思ってね、はい、探してみたら、まあ、やっぱり、ね、接続問題が出てるということなので、まあ、何かしらの、はい、まあ、サーバーがダウンしたとか、まあ、そういう問題じゃないかなと思いますので、まあ、しばらく待てば復活するとも思いますのでね、はい、時間を置いてまた接続してみてください。まあ、結構、こういうね、大手の老舗のフォーセットサイトでもこういうつながらなくなるっていう現象はね、起こるんだと思って、まあ改めてね、まあこういうインターネット、ウェブサイトとかつながらないっていうのを、まあたまに本当にありますので、まあそういう時はね、慌てずに、まあツイッターとかで情報を見てみるとか、もうね、時間を置けて接続してみる、なんならもう1日、2日、3日くらい待ってね、見るとか、まあそういうことも必要なのかと思いますので、まあ慌てずに、はい、ね、情報を収集して、はい。まあ私もね、気づいたら動画撮るようにしてますので、私の動画をチェックするっていうのも一つの、はい、手かと思いますので、参考にしてください。で、コインティプリーね、結構大手の老舗のフォーセットサイトで、結構、はい、コツコツやればたまりますので、ぜひね、はい、やっていただければと思います。こちらの QR コードを読んでいただいて登録してください。で、詳しい遊び方についてはね、こちらの動画で解説してますので、参考にしてください。はい。そして、こちらもウェブサイトつながらないっていうお話ですね。ここ2、3日前からマイニング画面が表示されませんが、何か情報ありますかということで、こちらは、まあ、サイプトネットワーク、サイプトドアなんですけれども、私の方はですね、全然問題なくつながってるんですよ。なので、まあ、たまたま、ね、つながりにくい時間だったり、サーバーメンテナンスしている時間につなげたらつながらなかったのか、昨日も今日もですね、私、つながってますので、今朝も、はい、5時、6時くらいにつなげてつながってますので、本当にタイミングだけの問題なのかもしれないし、もしかしたらね、コメントいただいた方の、まあ、スマホが調子悪い、まあ、電波がつながりにくいとか、3G、4G と Wi-Fi の切り替えがうまくいってないとか、あとはブラウザーのね、キャッシュがクリアされてないとか、そういったことも考えられますので、まあ、ブラウザー1回ね、クリアして立ち上げ直すとか、なんなら、スマホの電源オフオンしてみるとかやってつなげてみて、それでもつながなかったらね、やっぱりしばらく時間を置いて、まあ、1
1時間2時間6時間と8時間とか置いていただいて、でつなげてみると、はい、でみんながみんなつながらないっていうとね、サーバーの問題とかって考えられますけれども、多分あのね、今回コメントいただいた方お一人だけかな、私はちゃんとつながってますので、はい、多分その場合はね、ご自身のスマホの問題かと思うので、まあそういう時もね、慌てずに、まあ、電源をオフオンしたりとかすれば治ることが多いので、はい、様子見てください。はい、でサイプトドアについてはね、こちらの QR コードから登録していただければと思います。ウェブアプリなのでね、はい、ダウンロードしなくても遊べますので、ぜひやってみてください。詳しい登録方法についてはこちらでね、解説してますので参考にしてください。はい、そしてアイスネットワークですね。最近この KYC が本当にもううざくて嫌なんですけれども、まあしょうがないですよね。はい、他の方同様、顔写真認証が成功しドーンが表示されるのですが、このボタンは押しても反応しないため先に進めません。処置方法を教授ください。また顔認証方式を削除する方法などありましたらご教授願いますと。はい、マイニングするときに写真求められて撮ってもドーンが押せないときはどうしたらいいんでしょうということで、ちょっとねこのドーンが押せないっていう現象、私わからないんですけれども、ただね、別の方、これ別々の方なので何人かで発生してるんですかね。はい、ちょっとごめんなさい、私は発生してないのでわからないですけれども、まああの、まあスマホが調子悪いときはまずはね、電源オフオンするとか、あとアプリが正しく動かないっていうときはアプリね、アップデートをされている可能性があるので、アップデートチェックしてください。でそれでもね、調子悪かったら一回アプリ削除して再インストールするとか、はい、やってみてください。ちょっとねこのドーンが押せないっていう現象、私は起きてないので、どういうことが起きていてどうなってるかっていうのが全然ね、私の方でわからないので、はい、なのでもしね、どうしてもちょっと解決しないっていうことであれば、私ではなくね、運営の方に直接ね、どうなってるんですかって聞いていただくのが確実かと思います。私もね、あの私の方でも同じ問題が起きてれば情報共有できるんですけれども、私は普通に動いてるので、ちょっとねこのドーンが押せない現象っていうのが、はい、わからないので、もしね他の方、この動画見てる方で同じような現象して解決方法もしわかるのであれば、コメントの方でね共有いただければと思います。はい、でこの顔認証がすごくうざくて嫌なんですけれども、ちょうどですね昨日ですね、これはい、ツイッターの方にですねこんな情報アップされていました。KYC ステップ1が iOS Web バージョンで利用できるようになりましたと。はい。で、2番目ですね。顔認証の更新頻度、毎日ではなく5日ごとに必要ですということで、まあ、これまでも毎日っていうか多分ランダムだと思ってたんですけれども、はい。結構ね、うざくて嫌だったんですけれども、それがまあ5日ごと、まあ、5日ごとでもちょっと多いかなと思うんですけれども、はい。5日ごとにね、必要になったということで、まあ、ちょくちょく現れる人にとってはね、5日ごとっていうのでも、まあ、少しは楽になるのかなと思います。はい。で、アプリの必須アップデート、すべての機能を利用するには最新バージョンを使用してください。古いバージョンはサポートされなくなりましたということなのでね、アプリね、頻繁にアップデートされるので、なんか調子悪いと思ったら、まずはね、アップデートを疑ってみてください。で、あとですね、これ本当に私の個人的な、まあ、感覚でしかないんですけれども、基本的にね、アイスネットワーク24時間に1回タップすればいいんですけれども、私もタイマーセットして24時間、まあ24時間だと切れちゃうので、23時間59分とかでね、セットして、マイニングリスタートしてるんですけれども、ギリギリにね、タップしようとすると、なんか KYC が起動して、で、例えばですね、アイスネットワーク12時間経つと、もうね、次の再マイニングスタートボタンが押せるようになるので、なんかそんな感じで12時間から24時間の間にタップすると結構この KYC 出なくてスムーズにいくんですけども、23時間58分とか59分とかこうギリギリね、こう約24時間で更新しようとすると KYC が立ち上がるような気がしています。これ本当に私の感覚だけなんですけれども、なのでね、もしあの、まあ、めんどくさいんですけれども、こう12時間ごとにね、
マイニング更新するっていうのもこの KYC を出さない一つのやり方かなと思って、今のところ私の場合それで KYC 出なくなってるんですけど、まあこの5日ごとっていうのがねマストになるともしかしたら、はい、出るのかもしれないので、はい、ちょっとねもうこの本当にこの KYC うざいんですけれども、まあしょうがないですよね、はい、やるしかないので、はい、ちょっとギリギリだとねこう写真撮ったりして結局24時間経ってしまってっていうことが起こり得るので、はい、そこは気をつけていただければと思います。はい、でアイスネットワーク結構ねなんか最近盛り上がってるみたいで、どんどんねユーザーは増えていってるので、まあね人気はあるみたいなので、ぜひねまだやってない方は一緒にやっていただければと思います。こちらの QR コード読んでね招待コードを入力していただければと思います。はい、詳しい解説あの遊び方登録方法についてはこちらの動画で解説してますので参考にしてください。はい、そして、キディアーナなんですけれども、一昨日ですねもうあのフォーセットサイトもなくなっちゃいましたよっていう動画を撮ったんですけれども、昨日からですねこんな感じでメンテナンスとねアンダーメンテナンスということで、うん、もしかしたら復活する可能性があるかもしれないということでね、はい、ちょっと画面が変わりましたよということで、またね復活した暁には動画でね報告したいと思いますので、引き続きチェックしていただければと思います。はい、そしてこちらはファイナルオートクレームなんですけども、フォーセットサイトですね、まあ、スロットがあってですね、私毎日こう回してるんですけれども、まあ、先月の話で恐縮なんですけども、先月ねこの1万最高のねポイントが当たりましたということで、まあ、最高でも 0.018USDT ということでそんなに高くはないんですけれども、はい、まあ、大当たりが出ましたとね、1万分の1の確率の当たりが出ましたということで、実はファイナルオートクレームですね、私これ1万当たるの2回目で、結構ねあの当たりやすいこうスロットなので、ぜひねあのやっていただければと思います。はいね、ファイナルオートクレーム他のスロットだとなかなかこう1万なんて出ないんですけども、ファイナルオートクレーム私がやっただけでも2回もう出てますので、これは結構当たりやすいんじゃないかと思いますので、はい、まあ参考までにね当たりましたという情報を共有しますと。はい、でファイナルオートクレームこちらの QR コードを読んでいただいて登録してください。基本的にウェブアプリなので、ね、アプリダウンロードする必要ないのでウェブから登録してください。詳しい登録方法遊び方についてはこちらの動画ね参考にしてください。基本的にポイントを稼いで、稼いだポイントで70種類以上の暗号通貨で出金するという、ね、そういうフォーセットサイトになります。はい、ということでね最後オーバープロトコルのクイズですけども、今日の回答はこちらですね。ヘッド、ボート、リワードというところを選びましたので参考にしてください。オーバープロトコルの、ね、アプリはこちらの QR コードを読んでいただいて紹介コードを入力していただければと思います。詳しい遊び方登録方法についてはこちらの動画参考にしていただければと思います。はい、ということでね、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。質問などはね、コメント欄の方にあのお願いします。で、テキストだけではね、やっぱり回答が伝わりにくいかなといった場合は、まあ、動画で解説していきたいと思いますけれども、まあ、テキストだけでね、回答できるものはちょっと動画にしませんので、その辺はね、ご了承ください。で、今回の動画がね、良かったよ、役に立ったよ、ためになったよという方はね、いいねボタンを押していただければと思います。またですね、情報を見逃さないようにするためにも、ぜひチャンネル登録ボタンも押しておいていただけたら嬉しいです。このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。